きます。あのね、ポンカツくん、きっと犬飼ってる、あのおばちゃん、なんかそんな感じしない？昔くれた、飛んでるね、なかなか。それ頼んだやつだっけ？それはコーヒーゼリーか。しまった。これがこっち？知らない。何でもいいよ。あろ。このスプーンが1個しかないのがちょっとよくわかんない。でもこっちの方がいいよね、多分。それもいい。多分これじゃないと無理じゃん。ちょっと待って、息き戻してんの。ちょっと、あ、うまっ。多分わかんねえんだよな。今日何曜日だっけ？あれ土曜じゃない。これ置き換えてできないの？できない。もういっか。知らない。配達する場所によるんじゃない？佐川だったらできない。よくわかんねえ。お前頼んじゃった。あーうまっ。これ剣使わないと500円するの。これ高っ。ね。じいちゃんこれも。わかんない。490円って書いてある。これ剣使わないと絶対頼みたくないでしょ。
でもなんとなく飲みたかった、これが今日は。ただ、2回目はねえかな。シェイクがないからなんとなくコーヒーゼリー好きだから頼んだけど、まあ、うちも別に次はいいかな。たけ、なんかさ、インドみたいにさ、カレーになんかすごいもう食べなくちゃいらんないみたいな感じだったらまだわかるけど、そういうのじゃないしね、パスタって。パスタ持ってくんだったら、俺マジで、あっちの方がいいな。なんか金惜しんでんでしょ。あ、カップ麺。ああ、まあ。いや、なんか愛知ハワイでカップ麺食ったってちょっと楽しいじゃん。だから山頂で食うカップ麺みたいな感じの気持ちになるし、場所によって。ああ、絶対カップ麺食ってたら海外の人に声かけられる。日本食の美味しいってみんな分かってるから、そこでちょっとさ交流とかしてさ、楽しい思い出できそうじゃん。どうせぐらいなんかちょっとぐらいを交流したくなるじゃん。ふう、頭がピンピンするぜ。最近みんな文句とかのギス不満がすげえみんな増えてきて、ギスギスしてるのは本当に危なくてしゃあね。どこで？いや、うちの早番同士で。これここ？あ、それじゃない、あ、ちょっと待って、これどうしようか、ちょっと一旦ここでいい、捨てる場所が、なんだ、この中に関する。手回らないのがいいかってさ、それを、ギリギリのタイミングでやろうとしたら、上からそれはなんかどうしても早番がやんなきゃいけない作業なのみたいな言われてて、お世話の人には任せられダメなのみたいなこと言ってきて、まあ、正直言うとそれをお世話に任せたらお世話にクソ文句言ってくるからね、仕事したぐらい人たちは。普通に私はどっちがやってもいいと思ってるんで、あいつらはやりたがらないパワハラ集団だからさ、見られてるだけでしょ。なんか最近さ、おさわにさ、ちょっと雰囲気のいい男の子入ったんだよ、それに対しても結構きついインカム飛ばしてたらしくて。なんで？なんかもうなんか対応中かなんかでインカム呼ばれてて反応できなかったっぽくて、それに対してなんかインカムで呼んでんだからさ、返事ぐらいしろしてみたいな、すげえ怒り気味で言ってたらしい。ハマが、ね、あのさもダメじゃんと思って。さすが自分で老害って言ってるだけあんの。悪いけど揺るぎない老害。悪いけど揺るがない。あの人だけ前々のそのぶっつご感、やろうという気みじんも感じなかったもん。
悪いけど